今回は会社をもう辞めてしまおうと思っている方に聞いていただきたいと思っています。会社生活、必ずしも楽しいことだけではないかと思います。上司からですね、いろんな理不尽な要求を受けたり、仕事がとにかく忙しくてもう辞めてしまおうと思うこともあるかと思います。その時ですね、今回ご紹介する本のフレーズを聞いていただいて、何らかの学びになっていただければ幸いです。今日ご紹介する本はこちら、置かれた場所で咲きなさいという本です。この本の著者の方は修道士として修行をされていました。修道士というのは、ざっくり言うと神父さんのようなイメージです。教会にいるような方ですね、をイメージしていただければと思います。その方がいろんな経験を得た中で学んできた内容というのを本の中で紹介してくれています。その中の一つのストーリーをご紹介しましょう。ある少年がいました。この少年は親からの愛情を受けることができず、非行に走り少年院に入れられてしまいます。この少年は少年院に入れられた後、自分自身もどうしたらいいのか、どうやって今の状態から抜け出すことができるか悩んでいました。そんなある日、あるホームレスの男性がその少年のところに行き話をします。お前が今そんな状況になっているのは、行動し感じて最後に考えることをしているからだ。だからこれからは逆の考え方をしろ。つまりまず考える、そしてその次に感じる、最後に行動をするというものだ、ということを言うんです。これどういうことなのか改めてお話をすると、私たちが何らかの嫌なことがあった時に勢い余ってやめてしまう、それによって得られるものっていうのは実は少ないことが多いかと思います。そうではなくて、何かしらの理不尽なことがあっても本当にやめてしまおう、辞表を出そうと思った時ですね、すぐに行動に出てしまうのではなくて、まず時間を置いて考えるんです。今本当にやめることが一番良い判断なのか、そして考えた上で自分がどんな気持ちになっているのかということを客観的に捉え、それでもやめた方がいいという判断に至ったのであれば会社を辞めればいいということです。逆の言い方をすると、自分の感情に任せてすぐに行動してしまっては良い結果は生まれづらいということです。では明日から実践できるアクションプランまとめていきましょう。私たちはネガティブな感情を抱いた時、その感情に対してすぐに反応をして行動をしてしまうのではなく、まず一旦考える、その上で感じる、最後に行動をするという形で意識をして行動していく、これを実践していきましょう。